高校生たちが取り除いているのはキク科の外来植物メリケントキンソウです。南米原産で種子の先端にトゲがあり、6月にかけてトゲが鋭くなります。佐賀市の森林公園ではここ5年で範囲が急速に広がっていて、公園を利用する子どもたちが裸足で歩いたり手をついたりした場合、怪我をする恐れがあるということです。今日は小城市の牛津高校の全校生徒と教職員およそ400人が参加し、30分間草むしりをしました。結構もう一面に生えてます。なんかやっぱチクチクしてて、子供たちとか犬とか危ないなって思います。種にトゲがありまして、この植物の上を歩くと、そのトゲが靴の裏に種ごと刺さって、でそれで歩くとまた違う場所に種が落ちて、どんどん広がっていくっていう。森林公園の担当者は引き続き作業を行うとともに、小さな子供を遊ばせたり、ペットの散歩をしたりする際に怪我をしないよう注意を呼びかけています。